どうも、ボッキーです。でちょっとね、イベントで名古屋に来てるんですが、名古屋といえばやっぱりモーニングじゃないかなと思いまして、いろいろね、ツイッターとか DM で名古屋に住んでる方だと思うんですけれども、いろんなね、リクエストをいただいた中で、美味しいモーニングがいただけるお店、僕が選んだのはこちらでございます。松屋コーヒーさんの本店にやってきました。寝不足と目の疲れで充血しちゃってるんで、ちょっと今日一日中目が赤いんですけども、でね、こちらのお店はね、もうコーヒーの種類だけで ものすごい数があって、もうすごいんですけれども、で下にですね、コーヒーを頼めば無料でこういうね、朝食のセットが食べれる、これがまあ名古屋特有というか、でプラスでいくらか払えば、このね、軽食のグレードも上げられるという感じになってますね。中で本格的なコーヒーものすごく数いただけるんですけれども、コーヒーの粉とかもね、こう店の前にたくさんこう陳列されてるわけですよ。朝のコーヒーが1296円、昼のコーヒーっていうのもありますね。で値段はね、一緒みたいですね。朝飲む用と昼飲む用のコーヒー豆もあってね。あー、これカラメルビスケットね、これコーヒーに合いますからね。コーヒー好きの僕にはね、もうたまらないお店なんですけれども、松屋コーヒーさんで、コーヒーとあとはモーニングの軽食を食べていきたいと思います。それでは行ってきます。店内入ると豆の種類がものすごくあるんで、苦みが強めとか、ちゃんとこうね、分かれてるんですね。ちょっとね、これあまりにも種類が多すぎるんでね。これもすごいですね。松屋コーヒーさんは試飲もできるみたいなんで、店内奥入っていくと中にイートインできる場所がありますので、そちらでモーニング食べていきたいと思います。松屋コーヒーさんね、スイーツもね、いろいろあるんですよ。コーヒーゼリー、いちごロールで、プリンがありますね。ちょっと今日すみませんね、髪型もボッサボサで目も赤いしね、こんな感じになっちゃいますけど、今日はコーヒーの種類ものすごくあるんですけど、この中から1個頼んで ABC のどれかだと無料でいただけるんですよ。でしかもね、2杯目からは半額でいただけるみたいなんで、それさっきね、ここにも映ってるこの男性の方、多分この方が松屋コーヒーをね、ボスの方だと思うんですけど、さっき入り口でね、撮ってたら話しかけられましてね、後でなんかいいコーヒー入れてやるよって言っていただきましたね。ちょっと僕持ってるかもしれないですで、さっき外で売ってた朝と昼のコーヒーもね、ここにありますね。面白いコーヒー見つけましたよ。これグルメナンバーワンっていう、グレードの高い豆だけを選んだブレンドらしいですよ。これちょっとね、僕にふさわしいんじゃないですか。やっぱナンバーワンじゃないけど、名古屋って言ったらこの小倉サンド、これ僕食べたことないんで、ちょっとね、本場の食べてみたいですね。 B セット ランチもあるんですけど、11時半からね。グラタン美味しそうですね。そしたらね、やってきました、グルメナンバーワンというコーヒーでございます。ビールセットですね。これが無料でついてくるわけですからね。まずはコーヒーいただきます。香りがね、すげーですね、本当に。いや、めっちゃうまいっす。中
あるし、まあ、ちょっとこう酸味があるコーヒーですね。めっちゃ癒されます。人生初の小倉さんとか、うまっ。オクラとマーガリンがめちゃくちゃ合いますね。初めて食べましたね。美味しい。これはちょっとハマっちゃいそうですね。うん、ついてるっていうのはね、すげえ嬉しいですよね。こういったサービスは東京にはなかなかないですからね。小倉サンドはね、ちょっと意外でしたね。まずこんなにうまいとは。オレンジもついてますね。この松屋コーヒーさんの会長さんがさっき僕が表で撮ってたら話しかけていただきまして、いきなりね店に来て撮影とか大丈夫ですかって言って、何もアポも取らずにね今回来たのに、松屋コーヒーのね会長の松下さんね名刺もいただきまして、コーヒーはね、はい、粗く引く。あ、粗いですね。ね、細かくしちゃうとお湯が通らない、はい、全体の粉の中を。その代わり最初にきちっとコーヒーを蒸らす。パナマのエスメラルダ農園の芸者種っていうコーヒーなの。1杯1500円とか2000円する、店では950円でも違う。これ厚みが違うでしょ。だから真ん中からかけてても、こういうとこへかけ残しを作っちゃうんです、でそれがないようにするためにね、コーヒーをこういうふうに穴を掘るんです。トータル的に少ないお湯で全体にお湯がかけることができる、穴を掘るにもあんまりギュッと押さえつけちゃいけない。こうガサッとこう持ち上げるんです、全体に押さえつけない。本当この金具すごいですね。そうなんですよ。浮かすのが、そうなんです。沸騰したお湯じゃいけないんですね。あ、はい。ちょっと今回はですね、コーヒー好きのための動画となっております。95度から90度の間、はい、コーヒーによって、はい、こう入り方の深いものだったらちょっと低めにするとか、はい、まず真ん中にかけるんですね、はいはい、あんまりちょろ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 っとかけると、はい、中までかけるお湯が通る前にコーヒーが膨らんできちゃう、はいはい、だから膨らんでくる前に最初ここへスーッと通すんです、はい、真ん中へ、はい、この真ん中がうまくかけれるとこういうところは直接お湯がかけれますから、はい、とにかく最初のところがちょっと気持ち太めに最初、あまり最初から回さないで真ん中へ通す。いいですか。でこの高さを取って勢いをつけて気持ち太めにまず真ん中から真ん中へかけます、はいはいはい、でコーヒーが膨らんできて下をコーヒーを落ちかけたら、はい、このかかってるところかかってないところの境目、ここへお湯をゆっくり中までお湯を差し込んでいくんです。あまり早く動くと中までお湯が届かないですね、はい、こういう風に新しいとこ新しいとこへ外まで一通りかけて、で中へ戻らない。これで一通りを、とこういうにコーヒーがハンバーグで膨らむわけです。はいはい、膨らんでますね。でここで蓋をして3分蒸らすんです。蓋するんですね。これ今余分なものが落ちましたよ、はい、でここで残ったお湯が粉の中へ浸透して、はい、このコーヒーの中のこういうガスを抜くんです。炭酸ガスがいっぱい詰まってるんですよ、はいはい、で味はこういうところにひっついてるんです、だからここまでお湯が通ってガスが抜けないと味は引き出せない、はい、そのための作業が3分なんです。知らない人の方が多いんじゃないですか。そうですよ。僕の周りのコーヒー好きでもこういうやり方してる人誰もいないですね。これが松屋式って有名なんですよ。これはお湯が入ってるの、温めてる、温めてる、あ、温めてるんですね。まあ、家庭でしたらそうですね。漁業でしたらこうウォーマーとかそういうものがカップを温めてるわけですね、はいはいはい、喫茶店ではね。てかまたこれカップもおしゃれですね。これはだからいいコーヒーがいいカップで、あ、いいカップこれ特別ですよ。あ、これすごいいいカップですよね。これは大倉のいいコーヒーで今3分経ちましたね、はい、しした。こうよく膨らむと真ん中へこむでしょ。あ、へこんでますね。この真ん中からかけちゃいけないですね、はい、センターと縁の中間ぐらいからこの高い小高いとこからお湯をかけてくるんですね、はいはい。でやっぱりここでこういう近くでたくさんかけないですね、はい、これ意味は5度ぐらい落ちます。89度から90度ぐらい落ちますね。温度が落ちてます。落ちますね、はい、この温度でこの高さを 2、3センチぐらい取って
なるべくホースを温度を落とすようにかけるんです。あ、このコーヒーのところ映ってますか？映ってます。このこれの中が大事ですよ。コーヒーにね、これ泡出てこないでしょ？出てってないですね。ね、中からブクブクと出てくる泡はないんです。はい、それで、よくコーヒーが蒸れてるということですね。で、順番にお湯をためないで、はい、粉の上をお湯をためないで、中へ押していくだけのお湯をかけていくんです。そうすると、粉の中の温度が上がらない。はい、で、こうやって高いとこから細くかけてるから、90度の湯でも、粉の中の温度は75度より高くならないんですね。で、そういう温度で味を抽出すると、柔らかい美味しいコーヒーが出るんです。あとお湯を足すんですよ。あ、お湯足すんですね。それで、その今の400ですか、390、はい、半分まで、はい、倍に薄める。これで3杯ができた。だいたいカップ1杯120から130ぐらいです、はい、このカップですともっと少ないです。100ぐらいしか入りません。はい、85度ぐらいのお湯を足して倍に薄めたから、はい、このコーヒーの温度は70度、65度から70度ぐらいの間の温度なんです。高くても70度ちょっと増える。それだけぬるく出してるわけね。はい、この温度はね、味の分かる温度、はい、でカップ温めたんでしょ、はい、ちょっとこのカップ小さいですからね、はい、少しせっかくのコーヒーですから多めに入れますこれでも多くないんですカップが小さい。どうぞ。うわ、今松下会長に入れていただきましたいやもう香りがもう全然違います。すごいですねこれ、うん、市販の窓全く風味な香りがするんで、それです。酸味は結構強いですけど、うわクリアなんだけどすごいコクが。で、半分ということはそれなんです。はい、あと半分こすと、はい、雑に庭に渋みが多く、その半分をカットしたんです。ああ、なるほどなるほど。その代わり最初にきちっと蒸して、はい、いいところは半分で出しちゃう、はい、それが今のお湯のかけ方なんです。蒸し方なんです。今まで飲んだコーヒーで一番美味しいそう、散々飲んでますけどね、僕も。これです。これはコーヒーがいいんですよ。出し方もいいんですけど、コーヒーもいい。これすっごい美味しい。見てる方すいません、美味しいものを僕だけいただいちゃいまして、ということでございまして、突然僕このお店に来て、たまたま今日いらっしゃったみたいで、で、わざわざ東京から来たんだったらいい入れ方押して、で、飲ませてあげるよって言っていただいて、豆もいいって言ってましたけど、入れ方もね、やっぱ全然違うんでね。あとこういうやつですね、これこれも買って帰りますよコーヒーは1日に何杯ぐらい飲まれるんですか？ここは1日、まあ、せいぜい2杯ぐらいです。2杯ぐらいですか？試飲とかちょっと飲むぐらいのことはありますけどね。はい、朝はパンとコーヒーですから。パンとコーヒー。1日3支配飲む人は、飲まない人に比べて、2割ぐらいが長生きできる。長生きできるんですか？そういうデータがあるそうで。そうなんですか？あ、飲まない人と比べたら、長生きするっていう、まあ、統計が出てると。それは、だ僕も毎日飲んでるんですよ、コーヒーは。そうですか。アイスコーヒーやって。最近コンビニで、そうですね。もう、100円コーヒー。そうですね。あれが普及しちゃってるじゃないですか。はい、周りも結構みんな飲んでるんですけど、うん、まあ100円で飲めるですから、はい、安いからって言っても、はい、機械で引いてすぐ出したてでしょ。そうそうです、ね、やっぱり出したては美味しいですよ。まあ、はい、だけどそれをよくよく飲んで分かってくると、またもっと美味しいものが分かる。だから非常にあればですね、コーヒーの普及のためには非常に我々は敵というよりも ありがたいと思います。あ、そうですね、まあ、身近なそうそう、いっぱい売れれば売れんかっていう話じゃなくて、全体の消費が伸びるということがありがたいですね。まず認知しないと。してなんですけど、今おっきい80です。全然80に見えないですめちゃくちゃ元気ですねいや、すごいですね。もう80でも、もう現役でもう、はい、お仕事も毎日されてらっしゃってて、これがもう募集することになります。いかにどうしたら伝わるかっていうことをやるために思ってます。いやもうめちゃくちゃ元気が前は会場かなんかに決めました。お母さんコーヒー、さあそしたらですね、松屋コーヒー本店で、コーヒー、あとモーニング、それから松下会長に出ていただきましてね、
まあもう突発的に訪れたにもかかわらず心よくね受け入れていただいて、でコーヒーも松下会長から部屋で、ね、入れていただいて、めちゃくちゃコーヒー美味しかったですし、もう本当にね ありがとうございました。まあ僕もねコーヒー好きとはいえあそこまでのこだわりっていうのもなかったですし、知らないことの方が多かったんですけどね、まあ、今回いろいろお話を聞いてちょっとまたねさらにねコーヒー好きが深まったんじゃないかなと思いましたね。ぜひ、名古屋に来た際は松屋コーヒー本店さんコーヒーを飲みに、あとモーニングもありますんで訪れてみてはいかがでしょうか。以上、ボッキーでした。